大志を掲げ進む。となられたからには乱世を進む気概を示される。ああ、そうであったな。我ら志と命を一つとし、この武この義で乱世を打ち払わん。行こう、我が兄弟たちよ。黄金刀の領主、胸郭を倒す。乱を鎮圧し、平穏を取り戻すのだ。討伐軍本体と合流する。黄金の将を討ち尽くすのだ。
神などに構っている暇はないわ。目の前に相談になる神か、もう少しして何が大事か。その働き一つ言うほかない。おお、天よ、力ある門番を使わせたまえ。別心あるのに。とはなんだよ、こんなところまで来やがって俺の楽しみを邪魔すんじゃねえ。変身あるのに。おお、天よ、変身あるのに。助けてくれるなんて、あんないい人だ。変身あるのに。よかったらこれを受け取ってください。戦乱に苦しむため救うことができた。これこそ私が進むべき道だ。終わらせん。
か。
見せて神勢を。おめえら、ここは誰も抜かせんじゃねえぞ。他の要所を目標とする。いざ進軍せよ。教えこそが世を導く唯一の光。こちらに邪魔はさせず。乱を起こし民を苦しめ、何が光だ。この竜玄徳が成敗してくれん。天の理想を改戦。ならば我が最大の術を喰らうがよい。死した天がよみがえるとでも思っておるのか。天など私には分からぬ。そして私はお前を斬ることも民を罰することも望まない。世を乱したことは罪。しかし人の心はそれを許すことも贖うこともできよう。太平道の教祖張鶴よ、お前は棒を捨て心で民を支えよ。なんという、そなたは皇天をも超えゆくものか。ならば我はそなたの導きに従おうぞ。なるほど、なんでということだもんな。くっ、甘っちょろいこと。いや、これでよい。見よ、民の喜ぶ顔を。あは、なるほどね。我らが長兄竜玄徳の歩みはここから始まるのだ。